まず向かったのは町の化粧品売り場。最近の売れ筋はどうなっているんでしょうか。こちらのアイライナーもピンクショコラ。ピンクショコラ今ダントツで大人気ではあるんですけれども。そうなんですか、はい、アイラインとか引き締めの色だからどうしてもトーンの暗い色を使いがちですけど、はい、こういう明るい暖色系も。そうですね、やっぱマスク生活になってからやはり皆さんこういう赤みだったりちょっと柔らかく見せるような色味が今人気となっております。そうなんだ。他にもマスカラやアイブロウ、アイシャドウでも暖色系の種類が増えていて、こうした目元メイクはコロナ前と比較しても売り上げを伸ばしているようです。でもこんな悩みありませんか。いまだにこのマスクありきのメイクちょっとしっくりきてないんですよね。それを解決してくれるのがこちらのアトリエはるかさん。ヘアメイク専門のこちらの店がマスクに合うメイクを提唱しているそうで、ポイントを教えてもらいます。通常の時だとリップとかチークとかでちょっと血色を出しているような状態だったんですけれども、うん、血色を出せるようなパーツが全て今隠れてしまっている状態なので、うん、暗くはやっぱり見えてしまいますね。それを補うにはどうしたらいいんでしょうね。そうですね、それを補うにはやはりアイシャドウでピンクやオレンジなどの血色に近いお色味を目元に入れることによってやっぱほんのり明るいような目元に仕上げるよってことができると思います。今までチークとか唇で補っていた色をこの上の部分に持ってくるわけですね。あ、そうです。はい、アイラインやマスカラも最近の売れ筋でもあった明るい茶色や赤みのある色をのせていきます。マスクの蒸気で崩れても暗くなりにくい色であることが人気のポイントのようです。メイクを終えてみると目元の印象が明るくなったように感じます。マスクに合うメイクは色味が大事なんですね。取材中にもお客さんが続々と来ていましたが、今特に人気なのがどうやら眉カットのようで。もともとの生え方が左右対称じゃないので、それをなんか対象にするってなったら自分ではちょっと難しいかなって。やっぱりちょっとお金払ってプロにやってもらった方が楽だなと思って。こちらの店ではコロナによるイベントの自粛でヘアセットやメイクの客は一時的に減ってしまったそうですが、眉カットやまつげパーマなどのデイリーケアの利用客が増え、特に男性客はコロナ前の2倍になったそうです。そんな中、眉毛ケアで専門店を始めたのが。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。どうも。こんにちは。レディーサーデランスって、はい、ヘアウィッグのイメージがあるんですけど。そういうイメージが大きいかと思うんですけれども、はい、新しくアイブロウのサロンをスタートしました。そうだったんですか、はい、大手ウィッグメーカーのアデランスは2020年11月から眉毛専門店をスタート。長年女性の悩みに寄り添ってきた技術と環境を生かし、個室でじっくりとカウンセリングをしながら眉毛ケアをしてもらえます。報道番組とかのあまり笑うことがなくって、はいはいはい、なんて言うんでしょう、まあ、結構真顔でいることが多いんですけど、真顔だとよりこう強い怖い印象を与えてしまうみたいで、優しい方がいいかな。ただ自眉もちょっと活かしたい、うんうん、そうですよね。眉毛専門のスタッフが客の悩みをもとに顔の骨格、表情、鼻や目の形などに合わせて眉の形を提案しています。ワックスを用いた脱毛で形を整え、自身の眉毛を活かしたナチュラルな美眉に仕上げてくれます。おお、おお、低角度を上げさせていただいて、内側はちょっと間隔を広めにとって角を山取らせていただいて、なるべく優しい印象にしつつも細くならないように太さは残してます。
自眉を生かすっていうことやったんで、うんうん、そんなに変わらんかなと思ってたんですけど、うんうん、そうですね、違いますね、全然変わります。眉毛専門店として新規事業に参入してからおよそ1年で急速に店舗を増やし、現在は全国に47店舗を展開しているそう。その秘密は、ウィッグ事業の女性のお客様がですね、やはりこう外出自粛という余波の一つでお店に来店されるというのがやはりできなくなった、全国の店舗の稼働率というものが急激に悪化したという状態がありまして、そういった空いている場所をある意味有効利用したということで急激に店舗数を増やせたという要因の一つであります。眉毛専門店の立ち上げからおよそ1年で予想を上回る4万人以上の新規客が来店したそう。もともと個室が多い店構えだったことや眉毛専門を強く打ち出したことが人気の秘密のようです。こうした顔の上半分を意識する動きについて、日本顔学会の理事で化粧と顔の研究をする資生堂の高野さんは、私たち人間はやっぱり顔の全体情報から統合的に印象を判断してるんですね。マスクで隠されることによって見えている部分の情報の依存というのは大きくなります。でその見えている部分から実は私たち全体的な情報というのを脳の中で推測をするということをしますね。メイクで装いをプラスするというのも重要なんですけれども、そもそも表情で笑顔というのが好感をもたらすためにとても重要な要素なので、街の皆さんからも表情を意識する声が多く聞かれました。なんか目つき悪いって言われるんで、睨んでるみたいな感じで言われるから、結構本当によく笑うようにしてます。目で笑う声とかなんかこうやってなんか目細めるなんかこんな。では表情が伝わりづらい今の笑顔の秘訣とは。とある歯科医院の研修にお邪魔してみると、目って意外と相手に伝えてしまう目の表情ってあるってことね。だからこそ目の表情を意識して いきましょうっていうことです。講師の松沢真希さん、大手航空会社の客室乗務員を経て有名企業をはじめ2万人以上に印象アップ研修を行ってきました。コロナをきっかけに新たに取り入れたのが、今はマスクで顔が半分見えません、だから笑顔の目、エメが必要です。エメが何かというと、マスクの下は笑顔なんだろうなと想像できる目の表情のことです。両目、両の目を大きく曲げて三日月、あ、いいね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 。早速エメの練習です。はい、笑顔でハッピーハッピー。 A さんから B さんにハッピーハッピー3、はい、ハッピーミキー、お好み焼きを素敵な笑顔でハッピーミキー、お好み焼きゴー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 。しっかりエメができているか写真を撮ってチェックします。うわっ怖っ、今の怖っ。こうした自分の表情が他の人からどう見えているか気づくこともこの研修のポイントです。写真見比べてみていかがでした？なんか真顔が思ったより怖くって、うん、そういう顔でその質問とか返事しちゃってたら申し訳ないなって思ったんで、うん、日頃からエメで頑張りたいなって思いました。こちらの歯科医院で去年松沢さんの研修を取り入れてから患者の声に変化があったようで、応対に関して
あのコロナ禍始まった時とかですね、あの辛辣なお声をいただく場合も2、3あったんですけれども、あのこの近年ではこういうふうな研修を通してそういうお声が現在なくなっているので、そういう意味ではもしかしたらあの効果があったのかなというふうに思っています。マスクが定着して3回目の春、これからのコミュニケーションの在り方とは。手の大きさとか、例えば足の大きさとか、こう目の位置とかっていうのは変えることができないんですけれども、第一印象でこう自分の印象って自分の努力次第で変えることができますので、まずは自分から笑顔になって笑目で笑いかけること、笑目の先出しがコミュニケーションはとても大事だと思います。マスクの定着で注目される顔の上半分、そこが明るくなると沈みがちな世の中も明るくなるかもしれません。